ノリッチ航空博物館で展示保存されているダートヘラルド GAS クハンドレページダートヘラルドとは1950年代後半にイギリスのハンドレページ社が開発した総発ターボプロップ旅客機である第二次世界大戦後に大量に導入されたダグラス DC-3 や DC-4 といった旅客機の後継機種として開発され当初は レシプロエンジン機として計画されたが、時流に合わせてターボプロップ機に変更された得意な経歴を持つ機種でもある。1955年当時レシプロ4発機だったヘラルドの初飛行1950年代には、第二次世界大戦後に世界中で運用されていた DC-3 の後継となる短距離用旅客機を開発する計画が世界各地の航空機メーカーで進められていた。 イギリスのハンドレページも、アルビス・リアーナ・ディーズ・メジャー・レシプロエンジン4発で、余圧動体を持ち、乗客44名を搭乗することができる、原型機、HPR-3 ヘラルド通称ハンドレページ・ヘラルドを1955年8月25日に、初飛行させた。しかし、この機体はすでに時代遅れであり、オーストラリア・ナショナル航空などからの29機の受注がキャンセルされてしまった。 そのため、ハンドレページは、レシプロエンジン搭載型の開発計画を破棄し、ターボプロップエンジンであるロールスロイスダート搭載型として再設計した。胴体を五十点八センチメートル延長され、九百五十八年に初飛行した、この機体は、改めて、h p r 七ダートヘラルド、通称ハンドレページダートヘラルドの名を与えられ、九百五十九年から、 生産が開始された。しかし、ダートヘラルドのように、ロールスロイスダートを搭載した、競合機は、イギリスのアブロ748、オランダのフォッカー F27、そして、日本の YS-11 など複数あり、それらに比べやや高価だったダートヘラルドは、商業的に苦戦した。そのため多くの派生型が作られたが、後期になると受注がキャンセルされることもあり、 1968年8月に通算50期目かつ最後の期待がイスラエルの航空会社に引き渡された。その翌年にハンドレページは倒産した。皮肉なことに期待そのものの評価は高く、ダートヘラルドが現役から引退したのは2000年のことであり、比較的長寿の期待が多かった。ありがとうございます。